準備はよろしいですか？イエーイ。イエーイ。イエーイ。部屋の電気をすべて消してこの画面だけ見つめてください。ずっと。間接照明もダメなんこれ。永遠に見つめ。準備はよろしいですか？もう仕方ないな、はい、してやろうか。これから決してゲームの画面以外に目を向けないでください。約束できますか？いや、わからんなとか言って仕方ない、始めてやろう。しかねます。いや、約束しかねます。よろしいでしょうか？確約はできますね。何これ、日本一って何？ドイツの性能は日本一。ザ。あ、待って、データがありません。データが、あ、データないんだ。ドイツの性能は日本一ってどっちやん。あ、ほんまやな、ドイツの性能と日本一は。オッケー、始めようか。うるさ。うるさ。うるさ。耳ちぎれるかと。もうすぐ夏が終わる。名前はユイと言います。昨日大切にしていた私の犬が死んでしまいます。おお、とても辛くて悲しいことでした。そうだな、ユイちゃんね。あら、生きてる。ポメラニアンとなんか抱っこしとんな。え、嘘。ちゃんちゃん、胸が異常にでかいんじゃない？いや、胸ちゃうだよ。ポメラニアン。でかいんじゃない？ポメラニアンかわいいな、ボムみたい。なんかこれ、焼け原竹なきよ、これ。抱っこしてる。だろ？てっきり G カップなんかだ。G カップ。あ、ちゃんと。購入設定。ってか、あんなさ、なんか、あれやな。こんななんか、遠いとこまで埋めに来てあげないな、これ。いや、思い出の人、そういうのなんじゃない？そういうことね。うん。なんで？ん？なんで今ロープ離したの？行きなさいってことやろ。え、こいつ捨てる気なん、これ。どういうこと？飼い犬やろ、だって。え？え？しかもなんかこいつ怪我してない、なんか。左スティックで移動。おお。こいつ怪我してない、なんかめっちゃ。そう？ほら、頭なんか怪我してない。包帯巻いとるし。行ったぞか。どうやって走るんやろ。R1 を押しながら移動で走ります。R1、OK。ウィー、早い早い。サンダーバーみたいなの。L1 を移動で方向移動します。スッサッサ、スッサッサ。なんかずっと目。何？あー、びっくりした。犬か。こいつ何しようとしてるの？ドラクエ並みに主人公が何も喋らないパターンのやつかな。何あれ。の不法投棄。視界内に拾うことができるアイテムがあると頭上に表示されます。ああ、ありがたいね、それは。うんこ拾う？アイテムに近づくと、ハテナは星に、アイコンに変わります。丸。何拾ったの？ほら。買いにしたるもの。うん。自分の飼ってるペットの糞の粗末は自分でたらな。三角で拾うアイテムを選択できます。これ何これ。三角丸四角×ボタン、いずれかを押して決定。四角でアイテムを使用します。ああ、投げた。ああ。え？どうするんこれ。かわいそう、こんな。あんな犬の遺体のところに犬を置いとかれて。え、
こいつゆいちゃんやばくね。ゆいちゃんやばいな。うん、超メンヘラやんこんな。あんな餌も食べれんようなところに、え、丸ボタンを押したまま。こんなもん。もうちょっとだろ。いや、こっちに行けばいいな。あ、そういうことな。そういうことな。これを押して、ここから渡れってことか。オッケー。チュタッ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 タ。ありがとうございます。あ、でもなんかゲーム操作は簡単っぽいな。うん。平行移動っていうのは何だろうな。どっか見つめ、あ、なんか、あっか。平行移動はなんかこう、あれじゃない？なんか見つめながら歩くとか、なんかそんなんだろうな。うん。あ、そうやな。こう、ちょっと、アップするわ、平行移動。なんか凝視しとかないときやろ、何かを。なんこの街。戦争の、戦争なの？こいつ何これ？おい、おいおい、おい。何もできんのか。結構どういう中にしてるかな、なんか。まあ、大体まあ、三角で物拾って。うん。それが花が鳴ってるよ。ほんまや。あの花取るんか？よしよし、私が取って死んぜよ。それ持って、あ、丸押しながらじゃないとダメだね。押しながら、おいおい、押してる間持ち上げます。こっちでいいか。はいはい、花を取りましょう。ん、何、アイコンが表示されてる間、丸で対象にアクションできます。丸。は？え？え？こ、え？え？え？待って、ゲームエンド、主人公死んだ。姉ちゃんバッドエンドだこれ。マジで早くね。こ、さすが1ギガのゲームやなとか言って。ゲームオーバー。マジ。チュートリアル進むとゲームオーバー。トロフィーゲットしたし。何こいつ。おー、びっくり。違う。ゲーム。ゲーム。リアルすぎてチャイムが、ボムが切れとるし。はーい。大丈夫。あ、これ入れんのやけど。何も動かせんのや。うん、違う、ボムちゃん。ゲーム。ブチギレ。あれ？死んだはずのゆいちゃんが。ゆいちゃん動かせる。はる、お待たせ。おぉ、ゆい、びっくりした。貴様、ゆい、死んだはずだ。ごめんね、驚かせちゃった。大丈夫、それより。そうだね、行こう、花火始まっちゃうよ。なんでこいつお揃いのなんかリボンしとんな。プリキュアや、プリキュア。二人はプリキュア。そう。ブレッサンダー。ハピネス注入。おお。わお。ファンタスティックベイビー、ファンタスティックベイビー、ブーシャカラカ、ブーシ、もう始まってたね。でも、とってもね。しばらくご鑑賞ください。この顔無言。二人で花火を見るの、今年で最後になるんだね。春、もうすぐ引っ越しだもんね。春が引っ越しすると寂しくなるな。部品。ゆいちゃんが死んだはずのやつやけん。うん。お前、春だ。うわぁ、やっぱり私、こっそやめるよ。あ、女の子なんだ。うん、ゆいと花火離れになるなんて絶対に嫌だよ。
そんなこと思ってないだろう。ハル心の声私ずっとこの町にいる。お前そんな権限あるんか、親を省いてずっとユイと一緒にいるよ。死んでもな死んだってついてくぜ。だからうちの方が死んどんじゃないのだってこと。うん、だよな。それより花火綺麗だよ。おいこいつたぐらかしちゃったせっかくなんだから見ようよ。ゆいブヒ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 。うん、そうだね。ブヒブヒブヒ。このゲームな、でもなんかね、インストールした時めバリ早かったんやけど。いつもドラクエとかだったら、2時間ぐらいダウンロードかかるんやけど、これも1秒1秒だった。え、そんなしょぼいゲームなんと思って。あれね、FF の何分の1かの画質で お届けいたしますみたいな。終わっちゃったね花火。そう振り向き方が。うん、うん、帰ろう。なんでお前だけ戦時中みたいになっとんや。暗いから懐中電灯をつけよう。どうやってつけるのかな。オプション懐中電灯。え？懐中電灯充電式のライトタッチパネルボタンでオンオフが切り替えられる。右スティックで光を照らす方向を考えられる。 OK。 なるほどね。カチャ。おーいいな。おービームサーベル。ういー誰にも言えない。走るかとりあえず。お、うん？今なんかおったよな。なんだ今。ちょっとなんか卑猥なものがなんか飛んどったような気がするんだけど。あ、なんだ。うん？なんか音するやけど気のせい。春の足音。うわ。なんだなんだ。なんか真っ黒クロスケみたいなの。うん、俺もそれ思ったわ。そう、あいつがなんかついてくるんやけどさっき。あう、電気消えた。やばいやばいぞ。怖いね。さあ行くぞ。よいよい。手をつないでくれる。私は手が脇がだから大丈夫か。うん、そうしよう。手が脇がってどういうことありがとう。どうやって手つなぐの。おお。あ、これあれや、丸押しっぱなしモードや。あ、なるほどね。めんどくせえ、一人で歩けよって感じ。古い掲示板にかすれた文字が書いてある。命を大切に。おまわりさんのさえ、お困りおまわりさんじゃないよ。お困りの際お困りの際はこちらへ電話番号へ。控えておこう。電話持っとんかこいつ。いや、やったポケベルしか。待って待って、心臓音が。わお、わお、ファンタスティックベイビー。分社からか。やべやべ、毒毒が。やべやべやべ。やばいやばい。あかん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 。毒毒が止まんない。あかん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 。まさか春変身するのでは。怖え、春呪われているな。なんか。変な声が聞こえる。やばいやばい。Why？ 呪われてるよ。なんだろう。飛んでるみたい。やべえ、ヘッドホンが。見に行ってみる。言っちゃいましょう。私には懐中電灯があるから。私が見てくる。
この草むらに隠れて待ってて。やばいコントローラーの振動が。よし、わしが探索してきてやろう。誰や、あれ両サイドから倍緊張モード。あかんコントローラーがすごいことになってる。お、なんか発見したぞ。なんだあれは。お、これは赤いリードを拾った。赤いリードってお前が外したあの犬のやつなんじゃないか。犬のやつやんけ。なんで、よく調べてみよう。真っ赤な色をした子犬の細いリード、これをつないでチャコとクロウを散歩に行くよ。なぜこんな場所にあるんだろう。お前は記憶障害か。お前が外したんや。障害ビビった。なんかおるという夢を見たんだ。今のは仕方ない。今のはもう死ぬやつ。死ぬやつじゃない。ビビ戻ってこない。何かあったの？何が起こってるの？私も行こう。ドゥン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 。ってことはこれは春になったから、じゃあお前にコントローラーを渡してやろう。ならない。おい。私を助けるのじゃ。あの L1 でなんか方向移動。お、懐中電灯や。これはリアチュー痛いよ。私が隠れてる間に脅したの？こんなバカな。タッチパッドで切り替えれる。ジュワッジュワッ。焦った、逃げろ。お前もう死ぬんちゃうんか。でかこっち。スタミナが。シャクレーマンが。じゃあなんか一回あのカメラカーペットみたいなのもあったしな。チラッと。そこに隠れろ。そこに隠れろ。木の中に。右だ右。隠れろ。ナイス。お前頭はみ出とうけど大丈夫なの？おまた来てる。あかんハサミ打ち、ハサミ打ち。これなんか心臓音が手に響くんやばいな。疲れたね。それ丸だろ。やべえじゃん今の。さっきなんかでもハテナあったな。いや、ハテナ、ハテナそれのやつじゃない。その木のやつじゃない。それか。うん。いきなり出やがって。いきなり出てくるな。うん。あるある探検隊。あるある探検隊。お、地蔵。首がねえ。あるよ。どうすんだ。あ、お前。それな、あの、後ろに光っとるやつあるやん、なんか。これ？うん、それを拾って、地蔵でセーブできるらしい。リゲッチュー。お供えした。
なるほどな。お金あげんとね、こいつはサービスしてくれん。ガメシや、ガメチやったな、子供から金取るようだ。40円。お前石ころや、それ。はよ、死んでくれんかな、変わってくれ。ん、マジぼっくり。もう陰謀やないか、これ。陰謀、陰謀や、陰謀。大きい。大きい。男の子にあげたどんだけ、どんだけ剛毛な、野球ボールって。気弾、気弾やんけ、それ。野球ボールサイズの陰謀。あ、隠れる場所がある。ってことは何かが起きる？お、出たー！あ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 ー！2匹おるぞ、なんか。え、もう消えた？早っ。はい、どんどん捨て、進んでいこう、どんどん。お、ん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 、隠れるとこいっぱいあるやん。あ、かわいい、かわいい、かわいい。めんめ、めんめ、めんめのおっぱいはしおれてる。お前それ積んだんちゃう、それあれちゃう、それ、なんかライト当てとるときになんか目つぶいよるけん、ライト当てながら歩かなあかんのちゃうの、回避して。ああ、こういう、そう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 、ほらこれ、ほらだけん、それを横にスクロールしながら、そう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 、めん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 、お前のママではない。ほら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 、はよ進んでくれんか。ウォンチューじゃないわ。で、だいたいまあそれの3メーター以内に近寄らんかったらいけるんか。トロフィー、トロフィーゲットぜ。ルル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 ル。また次はどこ、何、いい声してんじゃん。何がおった、一本見ちゃったっけ、さっきから。うん、一本しか見てないよ。一本でーもにんじん。じゃあ地蔵セーブで交代するか。うん、それと死んだやつね。死んだら交代。スンスン、ひがみっけでは手にしないよ。地蔵やれ。しないよしないよ。まあまだここはまだ短いけんいいっていいよ。行きまして、ゲームで実況いたします。あはははアフロマンが、アフロマンが来るぞ。やっほー、遅っ、あいつ遅ない、くれお前貴重な石ころ。あれ、そこの看板の後ろで、看板の後ろに隠れろ。音バコーンとか言って、ゲロ吐きそうになる声。絶対バレだね。ちょっと入れ、ゴーゴー。じゃあ、ね、何かのためさっき言ったやつ回収しに行こうかな。うえおろ、貴様死ぬ派の君は殺したはずなのに。
うんこゲット。犬が怒ってるの？その犬、なんて名前？ボロ。ん？ボロ。ボロのお守り。ちゃうかった、犬が食われてた。ボロのお守り。ボロじゃないやんけ。お守りゲッチュー。お守りゲッチュー。返せ。返せ、私の木の実。あ、石ころまだ残ったんや。回収。回収。え、犬なんて名前？さっきの。チョコと何やったっけ？チョコと何とかやろ。チョコとチャコだっけ？ああ、そんな感じ。チョコとモロとかもそんな感じやけど。チャコちゃんだったら北斗晶にならへん。何だかな。お、家着いたんじゃん？早いやん。帰ってないよな。お前なんか結構マイク遠くない？あ、もし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 、マイクチェック、マイクチェック、ワンツー、ワンツー、ワンツー、へぇ、ハゲ、なんでハゲやねん、ワンツー、ハゲ、ハゲ、ユイがいなくなっちゃった、あはん。早く私を探してくれ。おい、そうだ。帰ってきたら分かるように手紙を書いておこう。殺伐なる手紙、果たし状だ。置き手紙をリンのお家の前に置いたよ。で、ここからどのような探検をしていくんだい。とりあえず下に行かなくて。私も家に帰ろう。確認。私。どこだ？下じゃない？ユイの家。お家。ってことは下に、下の方に走っていかな。あるある探検隊。おおおおおおお。今何発か殴られただろう。おろ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 みたいな音がすごかった。お地蔵モード。なんで？まあまだいいだろ。まだお前のターンでいいよ。俺のターン。昔ながらの街角っぽい。あら、行き止まり。10円玉。石やったわ。ここは行き止まり。家へ通じる道はどこにあるか。来た。このなんか表示の仕方が、うん。うわお！おい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 ！マンホールは基本足引っ張られるのか。おお、目ん玉。やっほー。もしもーし。もしもーし。うちの鳥やんけ、それ、うん、それ下ちゃう普通に。うん、マンホールね。マンホールね。すぐに手伸ばしちゃうんだから。なんかお前のその手にはかからん。どこ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 。あー、ダッシュダッシュ。あー変われザコめ。お前またそこからかよ。リモードスコントローラー、行き先は分かったぞ。つか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 、気をつけろ、そこのマンホール何かいるぞ。私は分かっている。ここは何も出てこないでしょ。うっせっせ。とりあえず下のものを取って、スタッタッタスタッタッタスタッタッタッタ。問題はそこやな。子供来たよ。うわぁ、回避、緊急回避。こっち
ちやこっちや。怖っ。でもなんか足遅いなこいつ。うん。あ、あった、絶対10円。絶対10円。ここで泥棒ね。おうち、とりあえず下行ってみるか。いかん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 。あれはサイズ的に。でもあいつが去ったらいけるとか。あいつ、あそこの住人か。あれなんか、おっさん。あおセミ一番苦手なやつ。クソが。ビビらせよって。何も落ちてないか。地蔵ないかな、そろそろ。あった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 。イエーイ。ありがとう。あ、あいこだ、あいこだーい。いや、待て待て待て。こんな短い道で交代はないだろう、まだ。一回しか回避してない。これ、通れんの？通れんな。ん？何このハテナ、うん、あ、この木な、これ国とかや、ずるとかやな。お、お、なんかある。イエーイ。ん？穴開きじょうろを拾った。穴が開いてしまったかわいそうなじょうろ、水を入れるとジョボジョボこぼれてもったいない。使えないやんけ。ゴミ拾いよるぞ。ゴミやん。そんなゴミいくらでもない。はるちゃんいい子やな。ゴミ拾いしよう。うん。ここに2個隠れるところがあるってことは、何かでかい敵が出てきそうな気がする。あそこまでダッシュで走れば逃げ切れる的なやつ。待ってよ、ちょっと待って、こいつの家どこや。あのは、あ、まっすぐ行って下に降りればいいか。うん、で手前が、あれ、こういう位置だった。うん、どこどこ。ああ、うあう、あう、どこの果てな、これ。これ張り紙だ。ダムへの水が減っています、節水のご協力をって書かれている。はーい、オッケー。うわー、こんにちは。うー、あんまりにもチューされるんかと思った。びっくりした。こんにちは。あ、知っとる。けどこっちの行き止まりなんか落ちてないかなと思って、アイテム的なね。こっち上行こうとしたらもう一回。あ、上行こうとしてみてや。その上、その上、顔出てくるかな。ここ、うん、なんかあるじゃん。工事の看板だ。迷惑をおかけしてますって書かれて。なんもないんか。なんもない。でっけえフェイスだけ。うわ、怖え。はぁ、あ、いきなりバッて出てくるのやめてほしいな。どけ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 。道を譲るんだ。きれい、外れ。うん、なんこれ、なんこれ、なんこれ、おキモ。おおお、拾う拾う。どんな町やん、妖怪はびこりすぎやろ。おう、お、あれ、あ、待て待て、拾いたいのになんか申し訳ない。やっと家に着いた。あ、ここ家、ここ家な。オッケーオッケー。うん、ちょっと待って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 、入るな。おい、石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 ころ、取りたいんや。わしは取りたいんや。ちょ待って、そうそうそう、おとなしく戻ろう。ゆい、どこ行っちゃったんだろう。待て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 、ん、明日無事に迎えるね。ちょ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 、石ころ。石ころ拾いたかった。はい、今日は花火の日でも、帰り道で見たことのない生き物と出会って襲われてゆいとはぐれてしまいました。ゆいは無事に帰ったのかな。いろんなことが頭に浮かび、今夜は寝れそうにありません。はい、めでたしめでたし。あ、セーブできた。安いセーブ道具だ。お、はい、ゆいびやゆいやん。ゆいぴ。ゆいぴ。ゲンやってみるか？うん。ここはどこだろう？私は確か、プリキュア、山でよくわからないものに追いかけられて、
私たちがそこからどうしたんだっけ。うん、てんてんてん、こいつ記憶障害やしな、なんか犬ほどくしよくわからん。とにかくお家へ帰ろう。こいつの首絞めて、確かにこいつの場所から、なんでこれ地図、地図何これ。おいお前ユイの地図やばいぞこいつ。アスペ、アスペやろアスペ。やべえこいつやばいぞ。ユイちゃんはやだ、ちょっとハルちゃんはまともやけどユイちゃんやべえな。おいちょっと待って、いつか死んでました。おっちゃんこいつが、待ってこいつさ勇敢じゃない、懐中電灯も何もないんだけど、まだ街灯あるしな。地図も使い物なんやならんやろこいつの。お、何、お、あ、石、石ころ拾った、さっきの分取り返したな。うん、てってけてってってってけてって、あ、なにこれ、てってけてってってって、エッチな本を見つけた。ビリビリやんけ。うん、切り裂かれた雑誌が散らか、さ、散乱している。読んでみよう。にであったから、手足と首あるのを渡した。手足と首があるものを渡した、どういうことだろう。はい、 Why Japanese people。 まずあれライトが欲しいな。おい、どけどけ、ユイ様のお通りだ。ここわかんのか、入る。うん、つたかった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 たたたたた、どこにどう行けばいいんだ、地図もねえしアスペだし。うーん、こいつこっちは、とりあえずなんか角っちょ的なものをね攻めていきたいよね。うん、とりあえずここ歩いてた、さっき歩いたんじゃない、あれハルキで。いや、ここ多分違うところだと思うよ、この場所。うん、お、なんだあの人形、ゴミ箱の人形、人形もらえない。どなんすればいいの、10円ゲット。おお、ちゃんとあれや、もう手集めたらジュース買えそうやな。確かに20円じゃ多分買えんな、まだ。ん、なんか落とし、なんか泳いでますが、なんか音する。うん。ちょちょちょ。でもクリアや。でも何も見えない。あ、なんかおる。ここになんかおる。見てみようよ、見てみよう。え？いや、見れんのやって、うん。ライトないから。ゆいちゃんまたライト持ってないから映らんから、ライトとりあえず取らなあかんな、どっかで。ってことはこの道じゃないってことは、上に行ける道が何個かあったから、そっちから回ってみるか。うん、だったかだったった、めんどくさいな、何回も往復して。それよ、ライトくれ、こっち行けば。ライトを我が手に、ライトを我が手に。ここはここも関係ないと。広いな。うん、広いな、マップ。ってことはこっち行ってみるか。なう、だが。行ってね、もうちょっと。心臓が。顔みたいんやけど。いや、顔見れんのじゃって、だから映らんけ。2種類ぐらい悪くない？あの、ライトで見えるやつと、別にそうでもないやつと。多分じゃあ、見えんやつじゃよ、多分。そんなに？うん。じゃあ絶対そこに行くやん。どこ？あのなんか音のやるやつに出会わなあかんのかな。うん、行こう。下行ってもあかんから、借金とかやね。
じゃああいつに会うか、あの独特星人に。仕方ない、我を召喚させてやろうではないか。ってことはあそこ道通せんぼされとったけん、とりあえずこっちから、うん、でなんか逃げるアクションかなんかあるんじゃない。あ、そういうことな。かしこまりました、かしこ。ゆいちゃん、ゆいちゃん逃げ足だけは早いのです。スタコラさ、ああ、道はすべて覚えた。さあ召喚したまえ。ドンドゥンドンドゥン。いやー、この音嫌だな。オフオフ。え、おう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 、あ、揃ったじゃん。あら、抜けれたぞ。あら、カラスの死体が落ちている。カラス飛び散りすぎじゃん。おう、めっちゃ引き殺されとる。あれ、あの毒毒なんもなかった。うん、なんこれ。おお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 お、あ、なんか殺された。え、何が起きた今。おおお、なんか紙がある。ちゃきゃ、メモ用紙読んでみよう。近づいてくる、助けて、もう嫌だ、誰か、てんてんてん。はい、もう頻度を決めてた。意味深意味深。あ、隠れるとこある。手、あれはポテト落ちてるよ。軍手みたいな落ちとるな。こいつ拾うんか。偽物には見えない。すごい小学生。はっはっ。オッケーオッケー。隠れてないよ。あげてるよ、ゆうちゃん。あいつが行きまして、ザコメ。ゆいちゃんだけ戦時。おお、わお、わお。え、今のはいいの、あれ。え、終わった、死んだこれ。ちょっといるだ。あ、じゃあお前に変わろうか、これ。はるちゃんの場合。おい、ん、まだ帰ってないのかな。しょっぼり。あ、いいよ、しょんぼり。そうだ、あの拾ったお守りを持っていこうかな。あ、装備できるんじゃない。お守りがおばけから守ってくれるかもしれないし。持っていくお守りを選ぼう。決定の選択できるんや。違うだろ、下だろ。うん、まあ、弱さ。小石を多く持っている、うん、小石が多く持てるんや。一応なんか要素、うん、いや、あの敵とかに注意を控えるんじゃない。あのメタルギアで言うとさ、あの、うん、なんだっけ、マガジンってこと。うん、マガジンってこと。あ、そうそうそう、マガジン、マガジン、カラマガジン。そう、いやだと。探しに来てくれー。探しに来てくれー。わしは暇しとんじゃ。お、地蔵あるぞ。セーブしとく。お、ワンちゃん。お、北斗晶が去ってった。おーい、そっちじゃない。え、一回地蔵あったやん、後ろに。ん、後ろに地蔵あったやん。なんか地蔵、なんかあれセーブしとくと、うん、あれなんだっけ、あとでワープできるらしいから、うん、地蔵ワープ。あ、そうなん。うん、だから見つけたらしといた方がいい。
そっちから取れんだろ。とりあえず犬のとこ行けば、アキラ様が呼んでいるから。声のする声。なんか君はユイが飼っている。めっちゃブチギレられよし。お前は邪悪な邪気を感じる。なんかあの看板見よったよ。いいね、写真が載ってる。記事を読んでみよう。小学生の女の子が行方不明になっています。受け取った方は、以下の7番号へ。ん？昨日の話じゃないん？それよな。うちそんな早くに捜索願い出されたんや。アスペ少女。探さなきゃ。行け行け。お、もう死ぬか。おあれは通れんな。でかいんがおる。やっほー。わ、すごいクジラみたいな。あ、好きなのクジラってやつや。うん、パックンみたいな。パックンでかいバージョン。なんかその自販機の下になんか星あったよ。うん、10円。買っちゃおうかな。ジュース買っちゃおうかなじゃない。あ、セミ。あ、死んどる。今回拾ってみたら。セミ拾えんのそれ。おおおお感じる。おおお手まりの容器。ダッシュで通り抜けた。何も起こらない。死ぬか？死んだらチェンジ、死んだらチェンジ。なんもないです。めっちゃビビってた。なあ、ビビらせるだけで何も食らわんのやそれ。これはヤバい感じかな。こいつはヤバいな。でもいいんじゃない、したいって。あいつバレてないし。っていうか、どっか行ったし。なんかおる。あ、来たー、あいつ。足遅いやつ。なんかハテナ、どれやろ。ん？確かに。あ、その看板じゃない？青い看板、それ。それか、どっか勝手に入った。お前声遠いわ。街に落ちた光の上路、情報を求む。でっかいギャル。ほちほち。おお、なんかお前スノーマンが。あ、意外と早い。ボケ、ほんと。じゃあその上じゃない。うん、そっち。いいね、これ、いいね。お、地蔵さん。子供っぽい字が書かれている。お化けに出会ってしまったら気づかれないようにゆっくり歩くこと。歩くんだ。歩けばバレないってこと。それ石段の上じゃない、もしかしたら。看板はとりあえず見とった方がいいんかな。それよくわからんけど。
特殊な形をしたこの人形が大きくプリントされている。道具や道具石段の上行かん、そうか、うん、とか地図見てみたら、とりあえずそいつは地図、はるちゃん地図持っとるやろ。どこ行くんだこれ、どっから来た、うんうん、どっから来た、めっちゃ広いよ、ほんまや。とりあえず下開けてみる。とりあえずそこ行ってみて、行ってない道をとりあえず行かなく、返事うわぁ、いや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 よ、はい、ということで、よっこいしょ、おぉ10円トレンスペースになってる、おっつー上ハサミ打ちされる、あ、嘘、じゃこれどっち、あ、違う違う、あ、上上、とりあえず上に10円があるこ、あ、これだけ、これだけ拾って、とりあえず地図確認して、し線路行け、線路行け、隣町だ、家神社、裏山ってことは、とりあえず下に行けばいいか、はい、うん、線路に向かおうならば、こっちから来たっけ、うちら、うん、うん、こっちから来たよな、ってことはこの上か、うん、どこ、うっ、何あいつ、うう、あう、あう、あう、ぶんな、なにあいつ、クソフェイントやろうめ、なに次はどこ、あう、あう、待て待て待て、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさい、誰誰誰、あは、ついたついた、ここどこ、団地でとりあえず下行って、こうはなんか車に轢かれた跡がある。うわ、ブレ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 、バカバカバカ、ファイヤーライダーやん、うん、ファイヤーライダーの、やばいやばい、なんか赤赤赤赤、ここ赤、うん、あ、どんな街やん、疲れる、もうこれ地蔵がおら、ここはここは行ったことある街、下行って、とりあえず下行ってみようか、うん、次どこ、何、え、どけどけ、お、ここに隠れる場所がある、どけどけ、あー、ゴキブリ、ゴキブリシャワー、ゴキブリシャワーが、しおれた風船を拾った、ここに隠れれる、なんか前あったな、なんかマンホールに、うん、まあ、バルさん炊いて突っ込んだらゴキブリ湧いて出てくるみたいないやべ、バルさんが炊いたらあかんやん、あれ行き止まりだぞ、ってことは上か、ってことは上だな、上って下か、こっちか、うん、あ、ここも道止まっとるけん、あれあれ、とりあえず上行こう、走れ走れ、うっ、うっ、うっ、どうしたやろ、ここはこいつがおるけん行けんだろ、ってことは限りなく上、上に、でこっちの下に降りてきただろさっき、うんうん、
バーカーめ。誰かのメモ拾ったよ。誰かのメモ見ようか、ちょっと。